はい、えー、それではですねえー、2番目のセッションを始めさせていただければと思います。皆さんどうでしょう？あの1個前のですね。acp の話聞かれてどうでしたかね？なんか皆さんあのなるほどなと。とまオートキャドあるあるじゃないですけど、あのかなり皆さんご納得されてる点が多かったと思います。で、まあそれを踏まえてですね私の方ではですね。もう一歩踏み込んでですね。ええー、マ 3D 驚きの機能から施設管理ソリューションへということでご説明させていただければと思います。 でまあ、驚きの機能ということですのできょうはです、ね、あの2、3、あのぜひ驚いて帰っていただけたら私のこのセッションは成功したなというふうに捉えていただければと思います。でまずです、ね、UTT 企業の業務フローということで、えーまあ、大きく分けてです、ね、こ3つあるのかなという感じがします。でまあ、設計、施工管理ですね、まあ、こういった業務の中で、えーまあ、設計図の作成、竣工作成、台帳作成等々あります。でその中で,です、ねまあ、平面図、地図地 まあ施設設備図等々を使って、まあ、報告書を作成していかれるようなイメージかと思います。で、まあ、こちらをご覧いただくと分かるようにですね必ずですね、まあ、図面というものが使われていて図面というものがかなり業務の効率にまあ左右されるというふうに、えー、捉えることができると思います。で、まあ、これらのですね、まあ、業務をうまく進めるためにはですね、まあ、図面の統一先ほど ACP もありましたね でま、が必要ということと、ま、図面を活用していきましょうということが必要になろうかと思いますでま各業務における、ま、CAD データ活用のメリットということなんですけれどもまずです、ねま、設計施工業務あの、ま、現状なんですけれどもやっぱりまだまだです、ね、ま先ほどもありましたように、えー、設計図面が統一ですね、ま、標準化されていませんよといったようなのがまだ現状あろうかと思います。 まあ、CAD のデータを活用することで,です、ねまあ、データの再利用が可能とかです、ねまあ、同じデータを何度も作成する手間が省けますよとかです、ね、あとはユ、えーティリティ企業の皆さんですので、まあ、位置情報というのは必ず付きまとうと思いますですので、まあ、位置情報を活用してです、ねまあ、現況地形とかです、ね、既存の図面を、えー、から情報を検索したり再利用,再利用することができますよということになります。 で右側にですねオートキャドマップで実現可能となっておりますけれども実際にです、ね、オートキャドマップきあの中心に説明させていただきますけれども分かりやすい設計図面の作成ですね例えば、概略から詳細まで縮尺によって表示の表が変更できますよとかですね強調したい部分を着色してです、ね、選手とか変えることができますよと。 いうこととかですね。あと既存のえっ、ー、と周辺地形ですね。まあ、使うことができますよといったようなものが挙げられます。はい、で、まあ似てるんですけども、まあ、管理業務の中ではですね、えー、まあ、課題ということで、まあ、まだまだ図面データが活用されていないんじゃないかなというふうに考えております。えー、ま竣、あ、工図から台帳情報の拾い出しや台帳との一元化が図れますよということと、まあ、図面の作成を飛躍的に効率化できると。 いうことあとこちらもですね、まあ、位置情報を活用し,していきましょうよとかですね、えー、設備、管理、計画保守業務において、まあ、維持管理計画や保守図面作成の効率化が図れますよということですねで、まあ、これらがですねまたオート c a d マップで実現可能ですよというような説明になります。でまあ、こちらもですねいろいろ既存図面関連図面の再利用ということで,であのオート c a d マップを使うとですねあの地図上に旬行、まあ、図並べたりですね あの同じ図面あの隣にあった図面をいくつも開く必要とかなかったりあとはあの座標に合わせて図面を重ね合わせ,合わせたりというようなことがまあ行われますよということとあとですね旬構図から大腸情報へということでえーオートキャドのデータとですね大腸のデータをリンクすることができまして。 ですのでこの CAD の図面だけでなくお持ちの台帳データとリンクをして活用していきましょうといったようなものがオートキャドマップでできますよというようなことになっています。はい。でまあ報告書作成業務まあ、こちらもですねまだまだ活用されてませんのでまあ、活用していきましょうよというような説明になっています。でまあ、こちらもですね、えー、ま関連する図面の再利用とかですね、えー、図面から報告書データの加工をしましょうよと。 えー、特にですね、えー、最後の図面から報告書データの加工についてはです、ね、えー、設データを複数図面からまとめて検索とこれはの言葉ではからないんですけどもえ多、ー、岐にわたるです、ねまあ、幅広い図面からです、ね、ある設備を抜き出したりですね、えー、あとは、えーそうですね、種別や粘度による施設の情報を、まあ、色を変えて表示するとかそういったことがオートギャドマップで実現できますよというような説明になっています。 でまあ、あの先ほどの設計からです、ね、管理業務なんですけれども、えーまあ、オートキャドマップを使うことで、施設情報の共有化ためのインフラをご提供できますよといったようなものになります。はいでまあ、先ほどからですね、オートキャドマップ 3D という言葉が出てまいりましたけれども、でまあ、オートキャドとは違ってですね、まあ、オートキャドマップというふうな名前になっています。 今、オートキャド2 0 1 4なんですけども、あオートキャドでいうところの2000ぐらいから実はオートキャドマップありまして、でまあ、幅広くです、ね、使われている製品になります。でまあ、こちらに3つほど挙げさせていただいてますけれども、まあオートキャドマップ 3D ですね、えー、施設、設備図面、平面図、地図などを、まあ、作成、編集、更新、管理のための CAD プラットフォームですと。ですので、まあオートキャドとはです、ね、ちょっと一味加,加えた感じの CAD になっています。 で 3D の機能を使うことでオートキャドで作図するよりもはるかに便利に図面の作図を行うことができますとでオートキャドにはないですね編集機能等々がついてますよということ、まあ、そういうことからですねマップ 3D はまさに施設設備図面平面図地図を扱うためのプロフェッショナルなオートキャドなんですということになります、はいでまあ、オートデスク製品、まあ、オートキャドベースの製品いくつかありますけれどもまずですね、まあ メジャーなところでオー、ま、ト、あ、CADLT ですねでこちらの、まあ、シンプルで効率的な作図工程、えーまあ、2次元の標準ですね業界の標準2次元 CAD というふうに言っておりますで1つ上いきますとオート CAD ですねでこちらですね、まあ、もちろん LT の機能に加えてですね API つまりあのカスタマイズですね お客様の何ですかやりたいことにおうちカスタマイズしてプログラミングができますよとかっていったようなことからですねあとはそのネットワークライセンスが使えるような CAD になっていますあとはそのストリックス対応ということで,でこれ数年前からなんですけどもいわゆるその新クライアント対応ですねオート c a d をしておりますきょうご紹介させていただくマップなんですけどもでまあオート c a d の機能ですね全部含んでいて実用的な編集機能とかですね 図面検索条件検索とありますけれども図面のファイルを検索するのではなくて図面の中に含まれているオブジェクトを検索するといったような意味になっていますで他 GIS データあの地図関連の,あの情報のデータですね、まあ、そういったものもです、ね、直接表示編集とかっていうのができますですので、まあ、図面管理図面作成施設管理に最適ですよというふうに歌っておりますで ここですねオートキャドマップ 3D 洗練された機能ということなんですけどもバ、えーッとこう上げております。でですねオ、えートキャドのすべての機能に加えてですね、ま、座標ですねどうしてもです、ね、広域のデータを扱うためにはですね、ま、座標系、ま、座標っていうのを常に意識しなければいけないそこで、ま、座標の変換ツールがあったりです、ねえー、図面のクリーンアップっていうことで、えー、図面をきれいにしてくれるようなツールとかですね、えーま、そういったものが っとこの辺につきましてはです、ねえー、後半デモを踏まえてご説明させていただくとであとは、ねまあ、GIS 系ですね地理,地理情報系のです、ね、トポロジーとかです、ね、いわゆるそのネットワーク解析最短経路を計算するとかです、ねまあ、そういったような機能もついております。 まあ、CAD データでなくさまざまなデータにもアクセスするということなんですけども今これあの真ん中にートキャ c a d マップの画面があるんですけども、えー、DWG データだけじゃなくてですね例えば、えー、お使いの方もいらっしゃいますかねシェイプファイルとかです、ね、そういった地図系のファイル、まあ、区画のデータをこう持ってきてですねでお,持お持ちの設備データです、ね、を持ってきて点の電柱のデータとかっていうのをこう持ってきてですね あとは例えばデータベース、アクセスなんかのデータもこちらにこう表示したりです、ね、であとは、そういうゾーニングデータとかですね持ってきてさらに最近ではちょっとあの、まあ、メジャーになってきたところの航空写真とかっていうのをこう重ね合わせてですねオートキャドマップならではでいろいろなデータを重ね合わせて表示することができますよというような説明になります。 ですので、オートキャド使い慣れたオートキャドの環境の中でさまざまなデータをオートキャドの上で操作しましょうというようなことになります。でこれらのデータですねあの、特に変換する必要なくてです、ね、もちろん変換もできるんですけどもダイレクトに読み書きができますのでそのデータの欠落とかです、ねまあ、そういったものがないとかということになりますので、えーまあ、変換の必要なしですしデータの損失なし。 もしくは、こういったものを変換すると、ですねいろいろなコピーができちゃったりしますので、そういったコピー、えー、とファイル管理の煩雑さというのも軽減できますよということになります。でちなみに、いろいろなファイルに対応してますよというような絵になります。はい、で早速、ですねマップ 3D、驚きの機能デモに入らせていただきます。まず、ですね、えー、クリーンアップというような機能になります。 でこれあのよくあるんですけれども、えー、こういった図面ありますで、クリーンアップ位置的なエラーや論理的なエラーを自動あるいは手動で修正とで重複したオブジェクトを消したりですねバラバラの線分で作成された図面を自動的につなげるといったようなことができますこれちょっと実際にご覧いただきましょうか。これあのオートキャドマップで今図面を立ち上げました であの今ご覧いただいてです、ね、この赤丸とか黄色丸とかってあるんですけども、これ、一見です、ね、見たところ全然問題なさそうに見えるんですが、実はこれ、ズームしていきますと、例えば赤丸なんていうのはつながってないんですよね、はい、買ったり、あとは、えー、緑ですね、緑だと逆にこう突き出ちゃったりですね、はい、あとは青とかは、えーっとこ、本当はここですね、交点で切れててほしいのにつな、まあ、がっちゃってるとかですね。 あとは黄色ですね黄色につきましてこう見た目、全然わかんないんですけどもこれちょっと移動してみるとですね同じものが重なっちゃったりこれをいちいち修正するにはです、ね、非常に手間がかかってもしくはその先ほどの,この黄色丸のコピーといいますかの重複したものに関してはもう見つけることすらできないというような状況だと思います。 でこちらのですね、オート c a d マップのクリーンアップという機能を使うとこれをですね、えーまあ、きれいにしてくれることができますとこうクリーンアップですねでまずですねあの、まああの、UI がついてまして例えば画像を選択して、えー、これいろいろクリーンアップのオプションがあるんですけども例えばですね、えー、どうしましょうかねこれをやる前に赤いところがいいでしょうかねまずはこのつながってないところですね をやってみたいなと建物っていうレイヤーにありますので,であとはですね次へでえつながってないんでアンダーシュート延長ってやつですねちょっとあの許容量がありますので0.1とかに設定してでちょっと今回はですねちょっと対話的にやってみたいと思いますでこれで OK ってやるとですねえ今6個ほど3日だと1個2個 3個4個5 6個とこういった形で,ですね、えーまあ、不正なやつをですね見つけてくれることもできますし、えー、これをすべて修正ってやっちゃいますと、ピッとこう今つながったわかりましたかね、こんな感じでつなげてくれたりします。ところでなかなかつなげるのも大変だと思いますけれども、このクリーンアップで一括ですね、えー、こういった修正ができますよということになります。で他にもですね先ほど色々 あの同じものを重複したりとかっていうのもありましたけどもえこういった設定情報をですねえ保存しておくことができますのでえ設定ファイルですねそうするとえこんな感じでもう読み込むとですねアンダーシュート延長ですとか交差を分割とかですねいろいろありますのでまあこれらを設定してですねまあ一気に完了ってやっちゃいますとえ例えばこうこですねこう分断してくれたりですねここ突き出てたのがもう ななくっっちゃってますよねあと当然ながらこのコピーしたやつっていうのも、えー、あれとよっともうないですよといったような感じですね、まあ、こんな形ですねクリーンアップを使うとこれ多分なかなかできないですよね、まあ、これあの非常に便利な重宝されてるツールになります、はい、でもう一つですねクリーンアップであるのがですね投稿線とかですね、まあ、そういった類のデータなんですけども これよくあるんでしょうかね、こう投稿線、例えばラスベック変換したりとか、他のデータです、ね、から読み込んだときにです、ね、これ投稿線、これ細かいですので、みんな千分できちゃうんですね。そうするとかなりのデータボリュームになってあの立ち上がらなかったりするっていうのが結構あるのかなっていう気がします。で、このクリーンアップを使うと、これはつなげてくれるんでですすねちょっっととやってみたいと思い思まククリーーンンップで、えー、オブジェクトを、まあ、コンターですね。 次へで、えー、この辺は一気になくしてですね、えー、ここでですね線分をポリラインへとかっていうのがあるんですね。はい、これは線分になっているのをポリラインにし,しましょうよとかですね、まあ、他にもです、ね、円弧ポリラインとか円をポリラインへとかっていうのがあるんですけどもで、まあ、こういったものをオプション,することオプション付けです,、ね、することができます。でオプションでですね、えー、擬似ノード でこちらで完了ってやるとですねちょっと今時間かかったんですけど振ってみると、えー、削除された2万3155個あったオブジェクトが削除されて117個のオブジェクトに入れ替わったというようなことになりますつまりです、ね、先ほど線分分かれてたものが1個のポリラインとして等高、えー、線になったということになりますでこれを大体やるとですね等高線とかのデータですとデータが3分の1以下になりますどうでしょうかね、えー、クリーンアップ 結構です、ね、重宝する機能になります。はい、で続いてです、ねえー、クリーンアップの次なんですが、えー、同じ編集系でトリムという機能があります。これはオ,のオートキャドでもです、ね、トリムという機能があるんですけどもさらに高度なトリムの機能をオートキャドマップが持っています。えー、例えばです、ね、こちらもデータがあるんですけども、えー、これちょっとサンプル的に作ったものなんですが これ今こういった図面があってこの枠の中だけですねまあ報告書として出したいなんていうのがあるんじゃないでしょうかね。そういったときにですねえいちいちこの枠の線を書いてトリムコマンドを発行して交点を見つけてなんていうふうにやるとですねえまあ半日作業になっちゃうのかなっていう感じがします。こちらのオートキャドマップのですねトリムの機能でですすねねこちらですねトリムの機能を使うとまず境界を選択して。 これでですねで選択して、えー、境界内側をトリムするのか外側をトリムするのか、まあ、トリム今回は外側しますけれどもでこれを OK とやるとあオブジェクトですね自動ですね、はいはい、これも一気になくなっちゃうとこれは一瞬ですね、はい、これかなりの,あの作業、工数がとか減らせるんじゃないでしょうかねということになります。 でこれは今、ですね境界であ,のあ,らあ,のあらかじめ作られたものでやってますけども例えば、トリムでですね川に沿ってトリムしたいなんていうのがあろうかと思いますので,でこれは自分で境界を定義することができるんですね。例えば何でしょうかこのオレンジのところもうこれ適当にやっちゃいますけどってやって、えー、外側をトリムですね。ってやると この交わったものだけ残すっていう。これもすごくいいのかなという風に思います。教会でトリムでございました。はい、えー、まあ、編集系はですね。まあ、こんな感じでですね。まあ、クリーンアップからトリムをやったんですけども、どうしてもですね。まあ、広域のデータを使う時にはまあ、座標系っていうのを意識しなければいけません。例えばですね。ええー、緯度経度からメートルの単位に変更するとかですね。あとは。 古い図面ですとまあ座標形自体が違うんですよね、それこそ2000年以前のデータですとあの座標値が違うんですね、あとはですね震災後にですねちょっとあの基準点がずれましたので測定が2011ということで新たな座標形というのが作られました、そういったものにもオートキャドマップ対応しております。参考までにですね例えばこんな感じになります、座標形ですね、これはあの移動経度で表示しているものですね、は。い こんな感じですねでこれをですねえー、っとどうしましょうかねこれ元は同じデータなんですけどもあこうやんなくていいかなですねであ1個新しいのを立ち上げてここでですね座標形の定義いろいろできるんですけども、えー、座標形ってやるとこれの世界中の座標形があるんですねでこの中で例え日本のですね 何がいいでしょうかね、まあ、新しいそれこそ即死成果2011のものですねの例えば何でもいいんですけれども8系とかですねこういったものを割り当てるとでそれで,ですね例えば何か図面をですねこう持ってきますとこうさっきよりもちょっと立ち上がったような図面ですよね全然座標形によってこの見え方が違うといったようなですねこのあの 動動的的にににいうか自動的にこう変換してくれるのののがオートマップの1つの特徴になりますですので繰り返しになりますけれども古い図面の座標形や緯度経度からメートル単位に変更するとかっていうところをオートキャドマップ自動的に行ってくれるものになります。はい、で、まあ、こういった感じですね今日はあはマップの機能次々ありますのであのじあだんだん紹介していこうかなということになります。 でもう一つですね、えー、座標形やりましたら座標形もある意味位置合わせなんですよね異なる座標形を正しい座標形に位置を合わせるというような意味になるんですけどもで、まあ、位置合わせの機能のもう一つありまして、えー、ラバーシートっていう機能があります。でこれあのラバーシートなんですけどもあのよくベクトルですと位置合わせをしてくれるツールとかっていうのがあるんですけどもこのオートキ c a d マップのラバーシートはオートキ c a d のベクトルの いわゆる線とかですねそういったものをラバーシート位置合わせしてくれる機能になりますですので例えばですねスキャンした画面とかっていうことになりますとどうしても端っこが歪んじゃったりしてですねとかっていうのがよくありますでいろいろなですねえっと他のところからデータを持ってきたりしますとどうしてもですね位置が合わないぞというのがよくあろうかと思います例えばですねその単純に移動とかですね回転とかスケール変更 しただけでは合わなかったりするっていうのがあろうかと思いますし、または先ほどのまあ座標系の話に戻ると、トンボっていうんでしょうかね、座標の位置をピチッと合わせるには、このラバーシートが非常に有効な機能になります。これもちょっとありますので、これちょっとあの黄色と黒で、かかりづらいでしょうかねこれ寄ってみるとですねずれてるんですよね。ここれあの黄色がだだと考えてていいただいてこの 黒,ですね、黒がオートキャドの,のまあ線ポリラインのデータになります。で、このポリラインのデータの位置合わせをラバーシートがしてくるといったようなものになります。で、これもあのマップ特有の機能なんですけども、えー、ラバーシートっていうのを選んで、えー、ここに、起点とですね、参照点っていうのを選ぶんですけども、例えば、えー、この辺ですね、フォースナップを聞かせましょうか、この点はここですよみたいですね。 こここの点はここですよみたいなあとはこの点はここですよみたいなあの最低2点なんですけども、まあ、そちらをこう対応点をこう合わせてあげると。でそれで,ですね選択でとりあえず全部選択しちゃいますけどもこれでエンターを押すとピッとこう位置合わせができると。 こんな感じでこれはの点数が多ければ多いほどです、ねえー、精度が上がるということと例えば端っこがよりずれてるということであればその端っこの部分だけこういった対応点を増やしてあげることでより正確に位置合わせができますよといったようなものになりますこれがのラバーシーシトになります。 そうですねですのでま座標形で、えー、正しい座標形にした上でラバーシートでピチッとデータを合わせていただくというようなことになります。で次にですね図面の標準化ということですねオブジェクトクラスというものをオートキャドマップ機能持っています。でまあ、前半のセッションで,です、ねあのまあ、標準化ということがありましたけれどもオートキャドマップ3 d を使うとですね特にプログラミングすることなく標準化。 かのの図面が書けまますすよというものになりますで例えばですね、ブロック選択、選手など選択する必要はありません、色や画層も決められたルールで作成できますということになります。ちょっとこれも見てみましょうかね。でこれはまあ,ある設備図面なんですけども、こういった電柱とかですね。 あとはこういった水色、見えますかね,メッセンですね電柱に這うような線ですね。こういったものの色とかですねえーブロックとかっていうのがレイヤーとかですねまあ決められたものに書かないと後でぐしゃぐしゃになってしまいますと。例えば電柱をこれ入れるときにもですね例えばこれ電柱ちなみにこれは何かなと見たときにですねえーポールという画像に入っていて名前はブロックの名前ですね。TCP とかっってていう名前になってますでこれを じゃあ電柱を新たに入れましょうという時には現在の画像をポールにして挿入でブロックを入れていきましょうということで TCP というふうに探してですねあとはオプションを選んでこうペコ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 ,ペコこうはめ込んで1個入れたらまたですねこういった作業繰り返しの作業が必要になるのかなと。 でこのオートキャドマップのです、ね、オブジェクトクラスを使うことでどういうことができるかといいますと、ここにすでにもう作っておくんですね。えー、例えば電柱 TCP とかってありますので、これをクリックすると、もうこれをもう何個でもこう連続してです、ね、こうはめ込むことができると。こんな感じですね。ちょっと今、変なところに入れちゃってますけども、それとかですねあとはメッセンですね。このケーブル系も、えー、こっからここに入れますよ。これ自動的もう 水色になってますし、選手とかっていうのも自動的に変わってると。これ、どういう設定がされているかといいますと、例えばこのオブジェクトクラス、非常に簡単な設定で,ですねえ今のことが実現できます。ユーザーザログインで ちょっとログインが必要なんですけどもでここで,です、ね、ちょっとプロパティを見ますと、えっとまあ、非常に簡単で,です、ね、プロパティリストということでこの電力中 TCP というものは、まあ、画像をポールというやつにしてあげますよとかです、ね、あとは XYZ を指示してあげますよというような設定がただ単に書かれている、まあ、これを設定してあげるだけですねであとはです、ね、このポールはブロックですので、まあ、メソッド作図方法としては こう線分とかではなくてまあブロック挿入のものですよとかっていうようなことをですねが設定されてるだけですね、この滅線、これ線分につきましても見てみますとえ画像ですね、セ線っていう画像に入って色はまあバイレイヤーになっていたりですね、クラス設定で作成メソッドとしてはまあ線分を書いていけといったような説明、これだけでですねえ先ほどのですねえなんだレイヤーを変えてブロック名を選んでなんていう作業がいらなくなってしまうといったことですね。 これで間違いない図面がデータが作れますよといったようなものになります。はいでまあ、ここまでですね、まあ、編集は終わりましたと、まあ、標準化した図面がなんとなく作れるぞということなんですけれどもじゃあ他のデータもうまく活用していきましょうよということですね他データとの連携といったようなものになっています。えー 最近になりますと、こちらの出てますように基盤地図情報とかですね、国土数値情報とかっていうまあインターネットのサイトからですね、それこそこういった道路のデータとかですね、発電所とか、そういった点データとかっていうのも公開されてますので、これを使っていきましょうというような説明になります。これは先ほどのシェ a プファイル、SHP っていうファイル形式で、一般的な ファイルフォーマットなんですけども、まあ、そちらでですねダウンロードすることができますので、でまあ、a オート c a d マップ、それもあのダイレクトに読み書きできますので、えー、それを使っていきましょうといったようなことになります。で例えばですね、これか、まあ、新しい図面があったときに、今ですね、先ほど事前にですね、まあ、ダムのデータですとか、えー、河川のデータですとか、あとは故障ですね。 とかあとは発電所とかっていうのも事前にダウンロードしてます。で、これは非常に簡単でですね、えー、この表示マネージャー、これはマップ特有のメニューっていうかあのパネルなんですけども、こちらにですね、これはあの日本地図のデータをズルズルっとこうドラッグアンドドロップすると、えー、日本地図がこう出てくると、えー。その上でですね、えー、例えばじゃあどうしましょうかね、えーっと、発電所、河川を読んでみましょうかね、データってところでデータ接続。 やるるといいろろななファイル形形式こう読める形になりますあんまりなじみのない方もいらっしゃるかもしれないんですけども ArcSD ですとかオラクルですとかあとはほ他のですねデータ読めたりするんですけどもまあここではですねシェイプで選んで先ほどの河川に行きましょうかね河川接続マップに追加ってやるとですね これはのデフォルトに色をつけてしまいますけれども、今、東北のですねえと全部このデータアタッチしてますけれども、こんな感じで河川のデータをこう取り込むことができますよと、これ、変換とかしてるわけではなくて、ダウンロードしたデータをですねそ,のままそのままの形式で読み込んでいるといったようなものになります。ですので、例えば、データもついてますので、川の名前とかっていうのも、ですねこのデータテーブルの中に入ってますと、これもともと提供されているデータです。 まあその他にもですね、全く同じようにしてですね、今、川を読み込みましたので、他にですね、故障ですね、同じように追加と。なんかピロピロっとこう、故障が追加されると。で、他にもですね、いくつかありましたんで、ダム、接続、追加。ってると、ダムのデータがこう追加されて、こんなですね。 ダム点データですけ、ね、こんな形ですね、公開されてるデータがあると、でもう一個ですね、えーっと、発電所ですね、発電所のデータを、よいしょ、マップに追加ってやると、まあ、発電所のデータが読み込まれてないですね。 これじゃないですね、えーと。発電所、これか。入ってんのかな、えーと。読み込まれてないですね。発電所。もう一回やりましょうかね。発電所。 こんな感じでデータが読み込めますよと。これは読み込んだ表示そのままですので、これは表示の設定というのが後々できる、設定することができますということになります。こんな感じですねまあ他のデータもですねまあ使えますよという説明になります。次にですね、えー 今、読み込んだデータは何でもかんでも読み込んじゃってますのでちょっと表示の設定というのもですね簡単に行いますのでまあこちらでやってみたいと思います。分かりやすく簡単に色設定ということができますしえまあ重いデータもですねある程度ですか表示の縮尺に合わせて表示ということができますのでえ非常にサクサク動作することができるとあと属性の値ですね。 こういったテーブル情報にデータを持ってますのでそのデータに応じた色とかですねラベルとかっていうのを表示することができますよといったようなものになります。これですね例えば、これは皮がみんな変な色になっちゃってますけども革のデータですねこれちょっと消してえっとこれですかねえこれ表示設定ですね。 簡単にこれ今色が緑になってますけどもこれもうこう全部青に変えちゃうと,とかっていうのが簡単に行えるとですねちょっと東北全部なんでですねこんな感じですね よいしょもう一個ですかね。はい、で、まあ、川なんで川っぽく青にしたっていうことなんですけどもこんな感じですね。でただですねこれはあのこんな引いた時にこの川ぐしゃぐしゃあったんだとなんか全然わけわかんないんで例えばこのぐらいですね。ここですと 1> 1 10, 10万、70万から80万分の1ぐらいで出てくればいいのかなって気がします。ですこんなところで出ててもしょうがないんで,で、これの表示設定っていうのもできます。です例えばこれ今、ゼロから無限ですね、つまりすべての表示縮尺で出せっていう風に設定になってますんで、これ80万とかですね,ね、こうしてしまうと、これちょっとですね、こう、一個一個、せっかくですので、やってみますけども。 そうすると、まあ、あの80万よりもです、ね、縮尺が大きいっていうか、大きいですので出てないと、でもこれ、夜とです、ね、出てくるということですね、引くと出ない、夜と出ると、まあ、こういったことで,です、ね、あのまあ必要な情報は必要な縮尺で表示しましょうよというようなものになります。 はい、でそれとか、ですねあとラベルですね、えー、先ほどのラベル、これか、例えばこれにつきましては、えー、発電所ですね、発電所なんですけども、だからあの、例えば形状を変えてですね、まず、丸ですので、これ三角に変えたりですね、であとはラベルをですね表示しましょうと。今無しになってますけどもここで 単位をセンチでラベルを追加ということでダムネームとかっていうのがうですかねこれを0.157フォントとかも設定できますってやるとですねあるかなこれ出てますねこれラベルが出せるとこんな感じですね でですので、えっとまあ、こういった属性を持っていればですね、まあ、ラベルも表示することができますよという,ような説明になります。まあ、こんな感じです、ねえーまあ他の他データの連携ということで、えー、読み込んでさらに表示の設定もできますよという,ようなものになります、はいで。続いてなんですけども、えーまあ、図面表示ということであのアタッチクエリ機能というのがあります。 でこういったまず設備図面なんですけども、特に広域になりますとなかなか1枚の図面には収まりきらない場合がありますので、まあ、図面をです、ね、メッシュ状に分割したりとかっていうようなことをよくされています。えー、ですので、こういった感じで,です、ね、バラバラの図面をこう4つ並べたりです、ね、とかっていうようなことをされたりしていますとで、これを解消するのが、まあ、オートキャドマップのアタッチクエリー機能になります。で例えばですね、えー、これもお見せしたいと思うんですけども。 例えば、こういったここに図面があるとご理解いただいてですねこの A02 とかですね B01 ですとか A03 というところに図面があるとで具体的には A02 になりますとこんな感じで分断された図面ですねこういった図面がいっぱいあるというようなものになりますでこれをですねオートキャラマップこの中に全部図面を取り込むことができます。 Windows のエクスプローラーで,ですねドラッグアンドドロップというんでしょうか、ずるずるっとこっちの右の画面に持ってくるとこうリストされるんですけども、これはアタッチという操作なんですが、これでえクイックビューってやると、今、アタッチした図面ですね、これ全部取り込むというようなことになります。 でですので、まあ、こういったことで,です、ね、隣り合った図面とかっていうのを1つの画面の中にオ、えートキャドマップを取り込むことができますで、まあ、隣り合ったものではなくて同じ位置にあるのであればそれを重ねてですね表示することができますよといったようなものになりますで細かく、まあ、拡大するとです、ねまあ、こんな感じになりますでただですねこれあのアタッチ図面をいしてですね、まあ、全部を出す っていうのってなかなかなくてですね。例えばこれはあのケーブルテレビのデータなんですけども、どうしても管理する単位としてはこういったそのメッシュのこの黄色の切れた範囲ではなくて、こう何て言うんですかね、鳥居木かとかこういった切れてる道路の境とかですね、まそういったノード単位っていうところで管理されているケースがほとんどだと思います。ですので例えばこのノード59なんていうのはですね、このメッシュにまたがって。 こういう形状になっていますのでここを1つの単位として管理されているケースが多いですでまあそういったときのためにですねまあクエリーの条件をつけてですねえ図面を取り込むことができます例えばですね今ここで用意していますのがノード59ですのでえ図面です先ほどあのたくさんの図面をアタッチしましたけどもそのアタッチした図面の中からこのノード59の中に入っているものだけを持ってきなさいよといったような設定ですね まあそうすることでですね、全部持ってきてませんのであの非常に軽くこうサクサク操作することができるとで例えば、ですね、今ここで何か図形を描いたときにですね保存先もですね、その位置にある図面の中に反映、戻してくるるという機能がありますので特にですね、ユーザーは意識することなく図面を表示してそれを元の図面に削除することができますよといったようなものになります。 これがアタッチクエになります続いてです、ねえー、先ほどクエリなんですけれども、あのー、先ほどのノード59というエリアだけで持ってきましたけれどもそれだけでちょっとつまんないというかです、ね、もっと何か使えないかということで、えー、クエリの条件にですねんでしょうかねオブジェクトの属性っていいますか、えー スタイルっていうんでしょうかね、を変更して持ってくることができます。例えばですね、今こちらの例でありますけれども、電柱ですね、電柱で2005年10月に設置した電柱を強調表示してくれというようなこともオートキャドマップできます。ですので、先ほどですね、やった中でですね、ード59、とりあえず実行しておりまして、属性検索。これで 実行ってやるとですね今、赤く表示がされてと思うんですけども、この電柱にですね、電柱の属性として、ここに2005年10月1日なんていう属性が入っています。で、この属性の条件を見て、色を変えたりですね、線の色を変えたりとか、またはそのオブジェクトの大きさを変えて表示することができます。ですので、例えばこれにですね、今、図枠サンプルとかってありますけども、 ですね、図枠をつけてですねこの状態で報告書としてご活用いただくといったようなことができますということになります。これは特別なことをしていなくてですねオブジェクトにです、ね、こういったものが入っていればこういった表現ができますよといったものになります、はいはい、でさらに続けてですね今度データベース連携ですねで先ほどです、ね、でいち一番冒頭でですね 大お持ちの大腸データとリンクできたらいいねみたいなお話をさせていただきましたけれども、でオートケドマップ 3D、それができます、で実際、ですね大腸とリンクすることで、ですね図面から大腸の該当データを検索、大腸から図面オブジェクトの検索ができるということですね、でこれ、図面にですね何でもかんでもデータを持たなくても、ですね大腸の方にデータを持っていれば、大腸に入っているデータをそのまま活用できると。 いうことです、ね、でそので、台帳の方で、例えばあのなんかステータスですとか、先ほどのそれこそえ電柱の設置年月日が入っていれば、その台帳のデータを参考に色を変えたりすることができますよといったものが、これになります。ちょっとこれもやってみましょうか。えー、一度ですね、これを終了して、データベース連携。 あその前にですねどんなデータがあるかというと、例えば、台帳といってもです、ね、でいろいろあります、えー、御社でって言いますかね、お客様自身で、何らかのデータベース持ってたりしますけれども、一番馴染みのっていいますか、これ、エクセルですね、このエクセルのデータがですね、例えばハンドルとかですね、ブロックネーム、あと加入者とか電話番号。これあの でもです、ね、あの非常に簡単なデータしか持っていないんですけれども、エクセル上でこういったデータを持っておいて、まあ、これとリンクさせるようなイメージですね。あとは何らかのステータス、まあ、0、1以下なんかをこう振っているようなデータになります。でこれでですね、えっとはい、先ほどの図面が出てまいりました。 でここに今、テーブルってありますけども、これは AutoCAD マップで持っているテーブルビューーっていう感じなんですけども、先ほどの Excel のデータそのまま持ってきてますね。こんな感じですね。はい、でこの Excel、Excel、データビューの中で、例えばこれを選ぶとですね、今、ずっとこう動いたと思いますけども、こう、選んだものを中心にこうズームしてくるっていうことですね。これでもう、何でしょうかね、図面のオブジェクトとデータベース、こちらでは Excel を今やってますけども、これ、リンクされてることが分かります。 で逆に、ですねえーこのデータのテーブルからですね例えば誰がいいでしょうかね、オブジェクトの方からですねえ例えば、誰でもいいんですけど、もこの照井さんとかっていうのを選んで、起き押すと、照井さんのレコードがこうハイライトされるといったことで、データベース、台帳と図面がこうリンクされていることが分かると思います。さらにですね え先ほどステータスということで0でとか1とか振ってますけども例ゼロの人での人、この小山さんとかですね、小山さんんって言ううでしょうかねあとこの林田さんですね、これはステータス0なんですけども、このステータス0、例えばこれ、ケーブルテレビですので、加入者、加入されてる方が1とかですね、加入されてない方がゼ0とかっていうふうにしておけば、ですねえここで先ほどのクエリの機能を実行すると、この加入されてない ゼロステータスがゼロの下だけこう赤く表示することができますよとかというようなことができます。これはあの特に図面の中にですねデータを持っているわけではなくて、台帳のデータだけに持っているそれを利用して、えー、こういった形で表示の設定を変えてますよといったようなものになります。あとはですね、オブジェクト。 と関連ドキュメントのリンクということなんですけどもえーそうですね例えばこちらにありますようにワードのファイルですとか Excel とか PDF とか写真とかですねこういったデータと何らかリンクしたいなっていう要望はあるのかなっていう気がします。これもオートキャドマップドキュメントビューというような機能を持ってましてでまあ簡単に実現できますよというようなものになります。 でこれもですね、えーっと、これか、これですね、これで、えー、今回、電柱に関連付いてるんですけど、ドックビュー、えー、っと、 ドックビューで例えばこの電柱ですね選ぶとエクセルを出すのかイメージ出すのか画像ですね PDF 出すのかワード出すのかということでビューってやると今選択した電柱の、まあ、関連ドキュメントですねこれはあの非常にシンプルなデータしか入れてないんですけども、まあ、こういった形でですねオブジェクトと関連するドキュメントをリンクさせることでこういった関連ドキュメントを見ることができますよといったようなものになります。 はいえー、大体です、ね、まあ、こんな感じ、オートキ c a d マップ 3D の驚きの機能ってことなんですけども、でまあ、これまで見ていただいた中で,です、ね、まあ、図面の統一、標準化ですね、まあ、クリーンアップ、トリム、ラバーシートで図面をきれいにしていきましょうよということから、ですね、まあ、オブジェクトクラスを使って標準化された図面を作りましょうよから、ですね、えー、分かりやすい図面の作成、表示設定できましたね、あとは既存の周辺地形図などを利用しましょうよとかですね。 アタッチクエリによって既存図面関連図面の再利用しましょうよとかですねあとはデータベース連携ですねまあ主雲構図から大腸情報へとかですねあとは図面から報告書用のデータを加工しましょうよとかっていうようなことができたと思いますでまあ図面のデータの統一まあ図面データの活用ということなんですけどもえーまあオートキャドマップ3 d で実現できますよということですね でまあ、こうすることで,です、ねまあ、設備図面のデータの標準化ツールとして使えますし設備管理システムの一部として使えますし、えー、先ほどですね、その,他のデータとリンクすることができるということでしたので何か設備管理システムをお持ちであればです、ね、設備管理システムのデータ入力ツールとして、まあ、お使いいただけるのかなといったようなものになっています。 でまあ、理想するということなんですけどもで、こういった先ほど私がデモしたような内容ですね、あのウェブの方で公開してますで。こちらのビデオになってますので、まあ、こちらでご覧いただければなというふうに思っております。であと、トレーニング教材ですね、まあ、基礎編、応用編などというようなもの、まあ、データセットも含めてですね公開されてます。であと、事例等々も公開されておりますので、えー、ぜひご覧いただければなというふうに思います。はいでまあ、以上をもちまして、ですね、えー、私の方のセッションですね。 えーマップ 3D 驚きの機能から施設管理ソリューション A ということでえ終わりにさせていただこうと思いますどうもありがとうございましたそれでですね次のセッションなんですけども。 一応です、ねまあ、予定は、えー、20分ほど休憩を取らさせていただいて、えーそうですね、3時15分まで休憩とさせていただいてです、ねえー、次のセッションに進まさせていただこうと思います。